みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナムーナム。ナム。はい、ということで今日は長谷寺に来ました。鎌倉の長谷寺様です。スペシャルゲストをご紹介いたします。武藤慶雲さんです。よろしくお願いします。長谷寺にお勤めの僧侶さんでいらっしゃって、はい、大の仏像好きだと。そうですね、小さい頃から仏像は大好きでしたね、はい、いや、そんな今日は仏像好きの武藤さんと仏像トークをしてまいります。私も武藤さんとは、まあ、長谷寺さんによく取材とかいろんなロケでお邪魔している時に話しかけていただいて。そうなんです、もうお忙しいんでご挨拶くらいしかできなかったので、はい、そうですね、いつかね仏像の話をしたいなって、したいなと思ってました。はい、なので今日はもう YouTube 撮影をちょっとカメラを抱えてきました。ありがとうございます。よろしく。食べるぞって言ってお願いします。私ね、お寺出身じゃなくて在家の人間でして。あ、そうなんですね、はい。仏像が好きすぎて僧侶になったとかいうわけではない。はい、まあ、仏像が好きで、まあ、お寺に来たというところは、まあ、なきにしもあらずなんですが、はい、まあ、そこで、まあ、観音様のご縁がありまして、はい、僧侶になっていたという。おー、すごいですね。まあ、母の影響だと思うんですけれども、お母様の影響で、母が仏像とかお寺がすごく好きで、はい、多分その影響だと思うんですけど。そうだったんですね、はい、じゃあもう物心ついた時から、うん、なんとなく好きだなみたいな。覚えてるのが、小学校5年生ぐらいの時にテレホンカード流行ったんですよ。もう年が分かっちゃったんですけど、使ったことないですよね。テレカありますよ。で、はい、学校でみんな親に買ってもらって1枚見せ合うっていうのが流行ってたんですけど、大体みんな男の子は乗り物、バイクとか車とか電車とかお城とか買うんですよ。で、私がまた買いに、当時までデパートの商品券を売ってるこのガラスケースにずらーっとこうテレホンカードが並んでましてね、はい、1枚だけ選びなさい。もう即座に南大門の金剛力士像、阿陽像のですねテレホンカードを買ってもらいまして、あったんですね。で、学校でこう自慢するんですけど、はい、みんな子供向けなんで500円で50度って言ったんですけど、はい、僕のだけね大人用のテレホンカードだったから100度で1000円高っ。お前のテレホンカードすごいなーなんて言われてた記憶があるんで、まあ、その頃から仏像はね好きだったんですね。なるほど、そこで気がついたら好きだっていうのが、はい、潜在的にテレホンカードのチョイスに現れていたの。そうです。僕は一目惚れをしたのが阿陽像だったので、もう迷うことなく、はい、ハマったきっかけの明確っていうものってございます？初めて痺れたのはですね、当時の、はい、五大明王のですね、おー、鉱山攻めを、あれは痺れ、中学2年生の修学旅行で行ったんですけども、はい、いっぱいこう当時の立体曼荼羅のある行動ですよね。 そうです、その左奥にいらっしゃる五大明王のうちの鉱山攻めを、はい、を見た時に痺れましたね。へえ、大量にいる中で、そこの鉱山廟に出会ったんですね、はい、これですよね。もうそうです、みんなシュワッチとかやってる頃に、はい、私はもう鉱山廟、鉱山廟ってやってましたね。わかるな。ずっと友達が引くっていうね。引きますね、はい、引くけど、あれは中学生心をめちゃくちゃくすぐりますよね。そうなんです。へー、かっこいいなっていう。みんなね、お寺なんて見たくないよなんて言ってるのに、はい、こっそりトイレ行ってくる、一人で見に行った。それを覚えてます、ね、へー、それくらいハマっちゃったんですね。ハマっちゃいましたね。はあ、こっそり行くっていうのもかなり、まあ、マニア心を抑えきれなくなっている、うん、もうちょっとやばくなり始めてる証拠ですよ。そうですね、こじらせてました、ね。はい、今日は武藤さんに、はい、仏像好きの武藤さんにですね、好きな仏像3選を教えていただこうと思います。3選ですね。これ難しいですよね。そうなんですよ。ベスト3か、いけますか。いいですよ、ベスト3と言いつつ4、5、6、まあ、そう脱線していってもね、おまけ。じゃあ登山の仏像は無知ということでいいですね。登山、そうで す, うです、ね、当たり前に1位ですから。そうなっちゃいますからね。そうだって、分かりました。その一席はちょっと埋まっちゃうので。あれでもいいですか、はい、単体じゃなくて、あ、もちろんチーム、チーム、わかります。チームでいきましょう。チームでいきましょう。チームだとやっぱり、はい、いろいろね、チーム、あー、いいですね。チーム戦でいきましょう。チーム戦でいきましょう。第3位、第3位、はい、奈良県の桜井市の、はい、安倍万寿院さんの、来ましたね、
あの文殊菩薩はですね、いいですよね。あの、まあ、おひげが生えてるんですけど、はい、顔が非常に似てらっしゃるかもしれない。いや、すごく美人な顔になられて。そうですね、美人って言う前にも美人って言われたリアクションしちゃいました。いや、そうです。もうで、甲冑がね、タイトで、女性な感じなんですよ、うん。密着してますよね、甲冑が。で、よく見ると爪がね、長いんですよね。はい。綺麗だけじゃないですよね、こう毛高いんですよね。そうです。まあ、話しかけられませんよね。話しかけられないですね。はいはい、だから、遠くからこう見てる。そうそうそう。やっぱこう、獅子に乗って、威風堂々と進まれる様をこう、遠くからこう、そうですね、もう、見たい。うん。チームですから、その、獅子を引っ張ってる腕の音、はい、あとこう、ちょっと振り返ってる、前座同時ですね。はい。後ろに壺大さんと、ゆいまこじさんがいらっしゃって、ね、あのもう、会計さんの、あのチーム、ジオラマ感。ジオラマありますよね。もう、あれがいいですね。海渡ってますよね。そうですね。都会文字。都会文字ですね。でも説明なしに海渡ってるって言いましたけど。渡る海で都会。渡る都会文字で海とか雲海を渡りながら布教の旅をしていらっしゃるという、そういう5人チーム。で、前在って呼んでこう何ですかってこう振り返ってる、はい、あのこの2つリアリティありますよね。はい、あの獅子もいいですよね。獅子もいいです。あのお顔がねまた。リアルなんですけど、可愛らしい。そう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 。大きいじゃないですか、獅子が。はい。でこう、口がうわって開いてるのが、はい、なんかこう、ほんとリアルだけど、あの、獅子舞みたいな、ちょっと演技の良さもあるというか。なるほどね。こう、噛まれちゃいたい。噛まれちゃいたいみたいな。あ、これは夜動いてるなっていう感じしますよね。うんうん、見てない時絶対動いてますよね。動いてますね。動いてますよね。動いてます。はい、旅して。わかる。いつもこう、安倍の文殊院さんだと、善財童子と文殊菩薩様が、はい、やっぱ注目されますけど、はい、意外とあの腕の王さんとかもいいんですよ、ね、あの手綱を引っ張る、はい、リアリこのそう元気ですよね。いいですよね。あれいいですよね。すみません、第2位というかナンバー第2位はですね、はい、そうですね、これもまたやっぱり軽犯になるんですけど、お20年は経ってないんですけど、上野にちょっといらっしゃって、そこで見に行ってもしびれた方々なんですが、はい、和歌山の金剛峯寺さんの八大童子。おお、好きですね。あのあれはもう特に絵光童子と、はい、金柄清高さん、清高さん、清高童子、まあ金柄童子、はい、いいですね。いいですよね。もうちょっと痺れましたね。痺れました。はい、あのキャラが立ってますよね。そうなんですよ。一体一体またね、本当にリアルでね、近くで見ると本当にもう生きてるようですからね。はい。なんていうんですか、八大童子分のなんか天才キッズじゃないですか、言ってしまえば不動明王の、うん、まあ、眷属というか、はい、こんがらせいたか、こんがらせいたか、はいはい、あとはその不動明王の部下みたいな皆さんですよね。はいはい、そうです。だからそのお手伝いをしてるわけですよ、不動明王のお仕事。うんうん、そのお仕事を手伝うには大丈夫かなって思うようなやんちゃ感。うんうんうん、まあ、同時ですから、ね、同時ですから、うん、そう、その同時感がまたね出てますよね。はい、危うさという、危うさ出てます出てます。こんがらくんなんか、はい、なんか絶対言うこと聞かん坊な顔されてますもんね。うんうんうん、そうですね。はい、うん、駅同時とかかなだったっけ、なんかもう絶対食べ物のことしか考えてないだろうみたいな、このふくふくの言うこと聞かなさって、エコー同時もこっちゃな顔されてます。聞かなそう、あんな人はガーが強い子ですよ。帯とかのリアリティ、はい、うん、運慶ですね、はい、運慶です。はい、じゃあその東博で拝観なさった時のその衝撃みたいなの覚えてますか？覚えてますよ。もうずっとうろうろして、もう見終わって帰ってお土産コーナーに行って、またもう一回見、最後に3回ぐらい戻りましたかね。はい、おかわり当然一人で行きました、ね、当然そうですよね、当然当然一人誰もついてきてくれないって。いや、八大童子は本当に、あの高野山金剛峯寺には行かれたことありますか？ないんです。あ、私はもうそこでしかまだ見たことがないんですが、で金剛峯寺も、はい、あの宝物館があって、はいはいはい、そこちらにいらっしゃるんですけど、普段は8体全部を一度に公開はなさってないんですよ。あ、そうなんですか。はい、順番後に公開入れ替えていらっしゃるんです。だから8体一気にっていうのはめちゃくちゃレアで、たまにこう高野山の周年とかだと8体揃うんですけど、東博で出会えたのはかなり、ええ、
スーパーラッキー。あれはラッキーですね。揃ってましたね。素晴らしいですよね。え、じゃあ意外と K 派がお好きなんですか？私 K 運って言いましたね。K 部？ K 運という名前の。K 運。あ、K が K 派の K、たまたまなんです。たまたま、本当だ。まあそれも K 派って。自称 K 派って言ってるんですけど。自称 K 派、確かに K 派僧侶。K 運ひっくり返すと運慶、まあ、字は違うんですけどね。ケイハは好きですね、やっぱり。そう、やっぱり、東の国の人、人間はケイハ好きですよね。ケイハ好きです、ね。はい。やっぱりその、うん、幼い頃は、やはりあの平安のあの素朴な仏像ですとか、うん、江戸の円空木磁器っていうのを、うん、なんとなく入ってこないじゃないですか。やっぱりあの、ケイハのあの、はい、リアリティのある。そう、先にそっち入ってきますよね。はい。で、年を重ねるごとになんとなく一木の素朴さが分かってきたりするんですけど、はい、やっぱり経営は好きですよ、ね。やっぱこの自分のこの、なんかこう、育ってきた時のこの癖みたいなのがありますよね。あ、 あります、あります。やっぱ筋肉、もりもりの時代が好きな時もあれば、はい、あれば、まあ、円空さんのもハマった時もありますし、ね、ああいう時期。おぉ、はい、素晴らしいですね。円空は奥が深いですよね。ですね。まあ、高山に見に行った時に、はい、本当に普通にあのお茶屋さんの外に出てたりとかするんですよ。本物の？本物だと思うんですけど。ナンバーワン。ナンバーワン。はい。続きまして。はい、正直あの五大明王って言おうと思ってたんですけど、おさっきにも出ちゃった。そうですね。はい。まあ、ベタすぎるかなと思ったんで、じゃあもうちょっと変えまして。はい。幸福寺さんね。もうお若いですね。はい。八部衆。うわー、チーム好きだ。まあ、これはもうでもあれですかね、まあ、みんな好きですよね、はい、みんな好きですね、うんうん、でもあのアシュラって言わないところが、はい、これ本当に仏像のお好きな方ですよね。アシュラから入るんです、やっぱり。そうですよね、まあ、アシュラ、カルラから入るんですけど、はいはいはい、だんだん見ていくとサカラとか、サカラいい、ね、サカラいいんですよ。なんで気づかなかったのかな、この良さがっていうね。そうそうそう、あのちょっとこう困り顔のね。そう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 、そうなんです。サカラくん可愛いんですよ。サカラ、うん、あとケンダツバもいいですし、いいですね、ケンダツバもあのおじいちゃん。あと五分状のね、ないのがまたね。五分状のないのが一番いいんだ。五分状に結局落ち着くのかな。落ち着くのかな。いいですよね。また欠損してないのがまた想像をかきたてるという、はい、そう、ない、体がないんですよ。あの胸から上しかないんですよね。あのね、こう何度も火災もくぐり抜けて、はい、ね、やはりあれだけね揃ってるって奇跡ですね。奇跡ですよ。あ、やっぱ脱間質度だから軽い。軽いですけど脆いじゃないですか。脆い。空洞ですからね。そう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 。よくもありましたよ。いや、よく残りましたよ。本当にびっくりします。はい、しかも、その、綺麗に残ってるから。そうなんですよ。まあ、それは修復とか、いろんな改善をなさってのことだと思いますが。自宅にあったら5年で壊しますよね。壊します。あれ、大切にされてる。大切です。自宅にあったら。すぐなんかぶつけれます。そうそう、うん、あのワンチームが横並びでいらっしゃる幸福寺の交換最高ですよね。昔はね、入れ替え制だった時代がありましたよね。あ、そうなんですね。はい、で初めて8体揃ったのが、はい、これもやっぱ上野の平成館、あしら店ってあったり。ありましたね。あそこでこう並ばれてた時が初めて8体揃ってみたんです。そうだったんですね。私は初めて行った時は確かまだ4体の入れ替えだった。へー、いやー、よかったです。本当に今すごく語れてよかった。私はもう世の中がちょっとアシュラ推しすぎなところに悔しさを覚えてるんですよ。わ、うん、かりやすいスター、うん、まあ、アイドルでいうとセンターじゃないですか。センターですね。 AKB だと前田敦子ですよ、はいはいはい、アシュラは、はい、だけどもあれはもう神セブン、見えないんです。神エイト、神エイト、全部いいんですよ、ね、全部いいんですよ。そうなんです。そうなんです。だからやっぱチーム、あのチームでこう働いてる様までが想像できません？みんながこう動きながら協力しながらこう敵と戦ってるシーンまで想像つくうまさありますよね。ありますね。でディティールもいいでしょう。いいです。大きさとね、大きさ、大きさがもうね、等身大というか、まあ、昔の方はね、はい、このくらいだったんでしょうから。そうですよね。小さい、はい、いや、あの顔が皆さんちょっと幼いのもいいですよね。そう、あとこう眉間にこうシワ、ここいいですね。五分状のここが超可愛くないですか。あ、いいですね。いい眉間出てますね。いい眉間出てますよね。出てます。困ってるのか悩んでるのか、なんかお腹空いたのかなみたいな。まあ、アシュラさんもね、あの戦いの神様に甲冑着てたりとか、そう、怒ってる顔をしてるのが多いんですけど、はい、幸福寺さんのアシュラはね、ね、王子様感ありますよね。
ね、プリンス、あ、いいですね、素晴らしいですね、素晴らしい、コンビ、コンビ、コンビ、剣闘技流闘技も、おー、また軽派になっちゃいましたけど、またやっぱ軽派のね、普段こう踏まれている人たちが、はい、あれは主役じゃないですか、そうそう、ムクムクムクと起き上がって、そう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 、持ってますっていう、まあ、そうそう、乗っけてます、乗っけてます、あの二人のコンビ感、コンビ感いいですね、はい、あのボディのところでしょ、お尻がすごく好きなんですよ。プリッとしてる、プリッとしてる、こうあのふんどしかな、ふんどしですね、そう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 、ふんどしがプリッキュッと、お尻がいい、普段踏まれてるやつに、はいはいはい、あそこだけ主役、ね、主役、そうだからやっぱいつもより輝いてますよね、はい、やっぱ立ち上がったぞ、僕は立ったぞ、もうあれはもう好きですね、好きですね、二人で、はい、コンビで、いいですよね、ちょっと今日は軽派が、軽派がメインになっちゃいました ね、 ね、そうなっちゃうのかな、なっちゃうのかな、まあ、平安ももちろん奈良時代も好きです、いろいろ好きですけど、はい、平安もいいんだよな、はい、カズデラ様の、はい、やっぱ仏様もなんかお好きなものあればちょっと語ら一層、まあ、本尊様ももちろん素晴らしいですけれども、ですね、今展示してるのかな、はい、あの阿弥陀さんの立像があるんですけど、ほう、大きさこのくらいなんですけど、はい、まあちょっとすご、後で学芸員の方からあると思うんですが、はい、いいですよ、ええ、阿弥陀さんの、阿弥陀様、はい、それは慶派とかそういう鎌倉時代とか、ね、多分鎌倉だと思います、あ、鎌倉の、はい、で慶派っぽい感じもあるんですよね、ほう、はい、じゃあやっぱ慶派の、まあ、じゃないにせよそういう運慶の近い物資に影響を受けた作者によるだとは思うんですけどね、常設じゃないんですよ、はいはい、たまに出てらっしゃる、なるほど、阿弥陀さんなんですけど、まあ、出るともうよく見に行きます、こっそり、こっそり、あれ今日武藤さんどこ行きましたみたいな、また見に行ってる行っちゃったかみたいな呼んどいて、はい、33限度28部集、ね、あー、いや、いいですね、大弁駆動店の美人です、うわー、大弁駆動店来ますか、僕結構タイプ、うわー、33限堂は千手観音様の剣だけじゃないんですよ ね、 前 に、 ね、前に並んで20風神雷神から始まって、そう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 、アシャの風神雷神のお尻が好き、お尻好きですよね、お尻好きですね、仁和寺にいらっしゃる千手観音堂の風神雷神のお尻も素晴らしかったです、あ、そうですか、お尻、はい、お尻です、ちなみにフェッチのありますか、フェッチ、はい、これ飲み会だったら3時間いけますね、3時間いけますよ、1冊図録か何かあればあったらもうずっといけますね、ずっといけますね、いけますね、あ、じゃあ次次回は、じゃあの自分の持ち寄ってこう、はい、いいですね、やりましょうか、やりましょう、本当に楽しかったです、いや、こちらこそ本当に、あの次はあの写真見ながら、見ながらね、ぜひ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 、じゃあ、はい、本当にありがとうございました、ありがとうございました、長谷寺の僧侶武藤さんでした、どうもありがとうございます、慶雲さんです、運慶の逆、はい、あの雲なんですけどありがとうございました。ちなみにこのお坊さんになられてからやっぱりお勤めされて仏像をこう拝観する中、はいはい、前と変わらず仏像を見にはよく行ってますけどね、はい、やっぱそれはこう普通に参拝その行くのっていうのは休日とかに博物館とかお寺さんとか行くみたいな、はい、一緒です、はい、うん、友達があんまいなくなりますよね、そうですね、こうね、飲んでる時にこう話したくなるので、そう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 、盛り上がってる場がね、シーンとなるんですよね、感じ多くないみたいな、そうなんですよね、わかる、周りに人はいなくなって、そうですね、気がついたら一人で旅してるっていう、一人の方がね、そう、ゆっくり見れるからね、そうなんですよ、うん、時間のタイムスケジュールを気にしなくていいじゃないですか、はい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 、自分のために好きなだけ見に来たいっていう、うんうんうん、わかります。そう、あの見終わって帰る途中にもう一回見ようかなってあるじゃないですか。かります、もう一回。もう一回。それがね、やっぱり人がいるとね。そう、できないですよ。気を使っちゃいますからね。そう、あの東博のあの平成館の特別室みたいな、そうです、広いところですよね。そうでした。そうなん、あそこは私、はい、ゆっくり見るともう先に何がとか気になっちゃって、はい、まず一周するんですよ。まず一周してわかりますよね。よでゆっくりこう行く。わかります。はい、で3周目は気になったところ、そう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 、わかります、でこう1周目からゆっくり行きすぎると、はい、最後の部屋でヘトヘトになって、そう、それもあります、見えなくなっちゃうんですよね、それもありますし、はい、先に何があるのか気になっちゃって入ってこないんですよ、そう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 、まずは落ち着くために、まずは落ち着くためにこう物語の先ね、そう、先にチャプターだけ確認して、うん、はい、であとは深く味わっていくっていう、はい、仮に複数人で行っても僕も待ち合わせしますんで、何時
わかります。とにかく一人。自分のペースありますよね。あるんですよ、はい、でここで立ち止まりたいって時に相手先行かれるとちょっと気にしちゃうから、うんうん、もう気になっちゃうんですよ、気を使っちゃうんですよね。チケットもぎった時点でじゃあ一回計算っつって、うん、そうですよね。で3時間後にみたいな。3時間、うん、3時間取りますね。取りますね。それではご視聴いただき本当にありがとうございました。これで長谷寺さんとのコラボ動画終結となります。長谷寺の皆様、観音様ありがとうございます。こんなに愉快なお坊さんがいらっしゃってエネルギーにあふれている長谷寺さん、ぜひともお参りに行ってみてくださいね。それではご視聴いただきありがとうございました。ナムー。